スラブ神話とは、9世紀頃までに、スラブ民族の間で伝えられた神話のことである。イリア・レイピン、水の下の王国の里子1876スラブ、民族は文字を持たなかったため、伝えられた神話を民族独自に記録した資料は、存在しない。スラブ神話が存在したことを記す資料として、9世紀から12世紀の間に行われたキリスト教会集団圧の際の、 キリスト教の立場から記された断片的な異教信仰を示す内容の記述が残るのみである。スラブ神話は地方により様々なバリエーションがあったことが近年の研究により明らかになっている。ズブルチの偶像の世界の構造、以下に地球を保持している三つのクトニオスの神々が描かれています。原初年代記という資料には、 東スラブに伝わった神々に関する記述がある。それによれば、980年頃、ブラジーミルが宮殿近くの丘に下記の六柱の神々の像を設置させたという。他に以下の神々も知られている。おそらく、スラブ神話には、天体の擬人化された神々とクトニオスの神々の両方が存在していました。西スラブで信仰されていた主要な神々は、 スラブ年代記などの資料に戸柱ほどが記録されている。この地域では軍神が主に信仰されていた。南スラブではカキの神が知られている。歴史上の英雄を神格化したと考えられているカキの神々も知られている。10世紀にスラブにおいてキリスト教への改修が進められ主要な神々への信仰が失われた。しかしカキのような 昇進格については、キリスト教徒となったスラブ人の生活の中に民間信仰として残ってきた。これらは自然現象などに由来した精霊と考えられている。さらに、下記のような存在は昔話にも登場する。スラブの民間伝承で特に有名なのは吸血鬼と人道に関するものである。スラブ神話の研究は19世紀半ば頃から、 ロシア神話学派と呼ばれる一連の研究者らの手によって開始された。1960年代以降より、ロシアの言語学者、イワーノフ、トポロフ、トルストイ、ウスペンスキー、考古学者、ルイバコフ、女子研究者メルチンスキーらによって古代スラブの神話世界を再構築しようとする試みが行われている。その他の研究者に、ロマーン・ヤー・コブソンがいる。 ありがとうございます。